おはようございます。京平です。よろしくお願いします。本日のゲストも前回に引き続き、謎の音楽家 YouTuber、パクユーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パクユーです。はい、まあ、パクユーさんとは、ちょっとね、YouTube のある企画をきっかけに出会いまして、はい、お互いね、もちろん存在は知ってたんですけども、それを機にコラボしましょうということになりまして、今回実現しております。で、僕のチャンネルで1本目でね、パクユーさんのことをいろいろ聞いてみましたんで、まあ、まずはそちらを見ていただき、で、コラボということなので、パクユーさんのチャンネルに僕も出演していろいろ聞かれてますので、そちらもチェックしてください。はい、ということでちょっとね、討論みたいなコーナーに入っていこうと思うんですけども、パクユーさんはその YouTube を中心に、まあそれ以外にもね、やってるかもしれないですけども、まあ YouTube で音楽関係の YouTuber として活躍されていると思うんですけど、まあコロナがあって今ライブハウスとか外でライブすることはかなり難しくなってるんですけど、そのコロナが起きる前も普段やっぱパクユーさんはライブをあんまりしてなかったんですよね。そうですね、ここ数年はかなり頻度は下がってましたね。なるほど。ちょっとね、現場から離れてはいるかもしれないですけども、その分ちょっと俯瞰的な目で見れると思うので、いろいろね、僕も今悩んだり迷ったりしてることもあるんで、ちょっといろいろ意見を聞きたいなと思ってるんですけど、パクユーさん的にライブハウスのイベントは今後どうなると考えてますか？従来通り戻ると考えてますか？いやー、わかんないって言っちゃったらもうそれまでなんですけど、厳しいんじゃないかなっていう気が僕はしてます。それはもう今後ずっとって感じですか？中期的に、すぐには戻らなそうだなっていう感じがしてますね。中期的に、その何年ぐらいとかはまあ予想つかず、1、2年ぐらいは結構厳しいのかなっていう感じがしてます。それは単純にそのコロナが長引きそうってことですか？コロナがどこで落ち着くのかがわからないっていうのもそうですし、お客さんがライブ行こうぜって気持ちになるかどうかっていうのもそうですし、出演者側がどれぐらいこうリスク管理できてそういう場を作れるかっていうのもそうですし、なかなか厳しいんじゃないかなっていう気がしています。僕はやっぱライブハウスをやってて、で、まあ、バンドも昔やってたんですけど、まあ、僕がやってた15年ぐらい前も、まあ、CD は売れなくなってきているということをずっと言われてて、で、まあ、ここに来てサブスクも出てきて CD での売り上げは厳しいけど、まあ、音楽業界としてはライブビジネス、ライブにお客さんは来るし、ライブでグッズを買ったりするお客さんもいると。で、僕もやっぱライブハウスをやってて、その15年間もちろんお客さんが入らないイベントもありますけど、お客さんが入る日にはちゃんと入るっていうのをやっぱこう現場として感じてたんですけど、まあパクユーさん的に自分もライブあんまりしてない状況で、まあ YouTube で活動してて、で今なかなか戻らないんじゃないかって思ってる状況で、まあ、ミュージシャンたちはどうしていけばいいのかなと思ってるんですけど、どこでマネタイズをしていけばいいかというか、ミュージシャンのマネタイズの方法はいくらでもあるかなって僕自身は思っていて、単純に不勉強なミュージシャンがすごく多いてか、まあ、ほとんどがそうなので、お金の稼ぎ方はいくらでもあるというふうに思ってます。あとはなんで CD が売れないどうのこうのとか、ライブがどうのこうのとか、こう稼げない稼げないっていう話になるかっていうと、今まで通りの人をかけて、今までのように間でいろんな人がお金を抜いていってでやるから取り分がちょっとしかなくなるっていうだけの話で、僕はその今もう直接リスナーにつながれる方法っていうのがたくさんできていて、で音楽を作るっていうこともものすごくハードルが下がっている状況なので、お金を稼ぐっていうことはそんなに難しいことじゃないかっていう、ミュージシャンがお金稼いで生きていくっていうのは割といけんじゃないかなっていうふうに思ってます。具体的に何かあります？まあそれこそ僕は YouTube っていうのが一つ十分なこう助けになるぐらいのところまでなりましたし、あとは単純にもっとダイレクトにサブスクで曲出してったら聞かれた分全部入ってくるわけだしとか、そういうとこなのかな。例えば今エイトさんの香水ってすごいバズってるじゃないですか。あれってなんか今どうかわかんないんですけど、話によるとその完全にインディペンデントな状態でチューンコアジャパンっていうサービスを使って配信をして、であんな感じになってると多分大変な額入ってきてるはずなんです。僕もチューンコアジャパンで自分の楽曲配信してるんでわかるんですけど、だからそう考えたら全然夢あるし、いくらでもやりようあるのになっ
って思ってます。まあ、従来ねその中抜きが多かったっていうことに関しては僕はあんまり否定的じゃなくて、やっぱその分、まあ、分かりやすい例で言えば芸人で言ったら吉本興業っていうところに、まあ、とりあえず入ったら、ね、先輩からの流れがあって仕事がもらえるっていう、その最初めちゃくちゃ助けてもらって、でも有名になってもその抜かれる分が多いっていうので、まあ、脱退してる人も多かったりもするんですけど、まあ、音楽に関してはそのねここっていう、まあ、事務所だったりレーベルが取りまとめてるわけじゃないんですけど、やっぱりそういうつてだったりネームバリューっていうのがすごい大事だと思うので、まあそれ代で惹かれるということなんで、あんまり僕は否定的じゃないんですけど、そのパクユーさんが言ったようにこの YouTube だったりサブスクでそこを介さず、まあ、バズったりしてその収入をダイレクトで得れる可能性が増えたっていうことなんで、まあ、僕はあんまりこうそこに関しては否定的な意見はあんま持ってないんですよ。音源にしてもそうだし、グッズにしてもそうだし、間をこう排除して直でやり取りっていうのはいろんな方法が出てきてるわけじゃないですか、うん、だから別に好きにやればいいと思うんですけど、お金を稼ぐ難易度はそんな高くないと思います。はい、じゃあちょっと次の質問というか、まあこの質問で今回終わろうと思ってるんですけど、今まあ僕が運営してるグローリーっていうライブハウスも集客に制限がかけられてて、全然そのキャパは本来200なんですけど、まあ30がもうマックスで今やってるんで、まあ、かなり収益的にも厳しい状況で、で同時に配信ライブをねやってるんですよ。でこの配信ライブをかなりこうカメラ買ったりとか、まあテクニックとか、まあ設定とかかなりこう勉強してクオリティが高くなってきてるんですけど、まあ多分全国的にもライブハウスだったりとかは配信ライブに力入れてると思うんですよ。ここで聞きたいことが、この配信ライブは今までの現場ライブと取って変わると思いますか？って変わらないんじゃないですかね。仮に、まあ今までの通常ライブって言われてたものがなくなって、数が少なくなって、その分配信ライブが増えたとして、それは別に取って変わったっていうか、まあこっちがなくなって新しいのができたっていうだけで、全く別物かなっていうふうに思ってます。例えばカセットから MD になって CD になって、まあサブスクになってっていうところで、まあこう僕的にはその取って変わるとは僕は思ってないんですよ。僕も、まあ、共存するものであって、なんならコロナが落ち着いたら配信ライブはまた衰退するんじゃないかなと思ってるんですけど、いやーどうなんすかね。別になんか配信もやってくれりゃいいじゃんとは思います。やりたきゃやりゃいいし、やりたくないんだったらやんなきゃいいしっていうことだと思うんですよ。でもとりあえず現場のライブの代わりに配信ライブがなるかって言ったら、それは絶対ならないと思います。だって全然違うじゃんっていう、ちょっと違いすぎるよね。 CD、MD とかっていう次元の話とは全然違うよねっていう感じですよね。はい、という感じでちょっといろいろ聞かせていただきました。パクユさんのことを知りたい方は1本目の動画、そして僕らが出会った人狼ゲームのね URL も貼ってますんで、それもぜひ見てください。で、はい、この後パクユさんのチャンネルで僕も出演してちょっとトークをしたいと思ってますので、ぜひそちらも見てください。なんか宣伝みたいなのあります？いや、チャンネル登録お願いします。はいという感じで、今後もねこうやってミュージシャンだったり裏方の人をゲストに招いてトーク動画も撮っていきたいですし、まあ、ここでしかね聞けない話とかもしていきたいと思いますので、応援してやってもいいぞという方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いします。パクユさんのチャンネルにも行ってチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。ということで今日は終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。